パコです。はい、ということで今日は私の Vlog を撮っていきたいと思います。今日はまずこれからジムに行って、その後11時からお仕事になります。今日はね、日本橋とか銀座あたりでお仕事があるので、ちょっと一日の流れを撮ろうかなと思っています。では早速ジムに行きます。日本橋高島屋にあるエヌオーガニックの店舗になります。私エヌオーガニックのアイテムはスキンケアで毎日愛用しているんですが、実は店舗に来るのは今日初めてなんですよ。で、すごいイメージ通りの、私のイメージ通りの内装だなって思ったんですが、エヌオーガニックの店舗にはライフスタイルビューティーアドバイザーっていう LBA と呼ばれる方がいらっしゃるそうなので、その LBA さんにちょっと相談をしつつお話をできたらいいなと思います。では早速見ていきたいと思います。すごい、こんなにたくさんアイテムがあるんですよ。そうなんです。全然ですか。全シリーズ約50から60種類は50、そんなにあると知らなかったです。私これすごい好きなんですよ、このバスミルク、はい、めちゃくちゃいいですよね。なんかプレゼンカーラブとかもすごく良さそうですね。そうですね、うん、お使いいただいてるこのバスミルクとかもすごく気に入って、絶対いいですよ。これ絶対おすすめです。私ちょっと気になっていたのが、はい、ここのブースなんですけど、はい、こちらはエヌオーガニックを代表する6つの香りがあるんですけれども、はい、その中の一番人気のスイートシトラスの香りを演出しております。もちろんです。わぁ、すごい伝わらないか。すごいね、さっぱりするシトラスの香りが爽やかですね。これがその香りに使われているタンです。はい、のタンジェリンとカルダモン。カルダモンなんだ、はい、ちょっとスパイス系な香りでございます。はい、これは何ができるんですか。あの洗顔のお試しですとか、ちょっとこうシャンプーの香りを泡立てて体験したりできるブースになりますので、エリアポイントと泡で出てくる酵素洗顔、酵素洗顔、はい、香りとり、そうなんです。あ、ナチュラルな香りがします。コースなので毛穴の汚れとかを落としつつお肌を柔らげる効果がございますね。なんかすごいスベッとしますね。スベスベな、はい、肌診断とかも行っておりますので、肌診断をやってますから、ドキドキいいですか。はい、もちろんです。こちら年齢と性別ご入力いただいて28歳。早いですね。そうなんですけど、もうすぐに診断できて、続いてお肌の撮影をさせていただきます。綺麗です。続いて結果を見てまいります。これだけでいいんですか。そうなんです。すごく綺麗な、本当ですか。ありがとうございます。素晴らしいです。総合スコア5点満点中の 4.0 でございます。なるほど、なかなか 4.0 は見える方が、はい、落ち込まなくて大丈夫ですか。はい、はい、毛穴は満点という結果でございます。毛穴は満点、はい、ちょっとキメがちょっと乱れ気味ですかね。こちらもシミが少なくあまり気になりませんという結果でございまして、すごいアクティブで夏場は特に結構紫外線を浴びる機会が多いんですよね。はい、実はあの、うん、エヌオーガニックからの新商品で、はい、UV プロテクターというお化粧下地が発売になっておりまして。下地なんですね。そうなんです。こちらは SPF50 で、はい、あの香りがスキンケアでも使われているスイートシトラスの香りを採用しております。石鹸でも落とせる処方ですので、石鹸落ちなのすっごい嬉しいです。はい、
はい、香り。他はもちろんデコルテとかにも塗っていただけます。うん、続いてこちらですね。SPF30 で、うん、ちょっと色がピンクベージュの、うん、あかなり色味違いますね。はい、ですのでこう自然にトーンアップしながらお使いいただけます。うん、確かにこちらの方がこうよりこうナチュラルな色味な感じですかね。ナチュラルでこうシミやくすみもカバーしていただけます。こちらのビタミン C の成分が入っておりますので、はい、毛穴ケアとしても使っていただけるのと、うん、こちらはあのブライトシリーズにも使われているスターフルーツエキスなども入っているので、ちょっとこう美白ケアとしても使っていただけます。毛穴ケアと美白ケアみたいな感じなんですね。はいはい、なるほどなるほど。まずこっちが SPF50 のものです。で、もう一個の方が SPF30 のものです。お顔に塗ってみます。伸びもよく、うん、はい、すごい伸びる。そうなんです、クリーミーですね、テクスチャーが。はい、今年の夏はまだ何 UV 使おうかなって決めてなかったので、はい、ちょっとこれ使ってみたいなと思います。ぜひぜひ。ありがとうございます。どっちがいいと思う？こっち。あ、 SPF50 だしね。私これからだとテニスしますから、再開を、はい、再開しますから。再開するんですね。テニスとゴルフで絶対負けるので焼けますね。そう、SPF50 の方じゃあ今日はお買い上げしようかなと思います。ありがとうございます。もちろんね。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。よければもうサンプルもお選びいただけますので、はい、持ってるんですよ。あ、でも洗顔はないですね。そう、洗顔か、はい、5つとしました。多いですね。何かしら1つ購入したら5つ選べる。はい、すごい。すごい。すごいお得感。ありがとうございます。ありがとうございます。こちらですね、5つで。はい、ということで今日はここ日本橋高島屋にあるエノーガニックの店舗にお邪魔しました。イエーイ。ですごいね、店舗も高級感があって綺麗だし、このエネオーガニックの全てのアイテムを実際に見ることができてすごく良かったです。あとはお試しっていうのテスターお試しもあったし、あと肌診断ができたのが私はすごい良くて、毛穴が5だったのが今日の嬉しいポイントと、キメですね、キメが 3.4 点だったので、今年の夏はちょっとこの UV カットを使いつつキメのケアもしていきたいなと、そんな風に思いました。タッチアップもできたしすごく楽しかったです。じゃあこれを使って今年は夏を乗り切りたいと思います。ありがとうございます。はい、ひまわりそう、とかこれなんか人手っぽかったり、かわいい、めちゃくちゃかわいい。でもさ、こういうの人の会に来るとさ、ちょっと自分の欲しくなっちゃったりしちゃうんだよね。購入しましたね。はい、ハンド&ボディーソープと香水です。すごいその子のイメージに合った香水を購入しました。かわいかったよ、喜んでくれるといいね。ね、
夜ご飯家族で食べます。顔を写さないで下だけ写したらあのモテ系 OL ツイッターアカウントの人みたい。懐かしくない？懐かしい。これね、大好き。なんだっけ、年末年始とか作った、これ、これ作った。すごい、あの海の味が結構濃いです。たっぷり。いただきます。見てください、このふわふわとろとろのフカヒレちゃん。熱い。すっかりデザートを選んでる。美味しそうね。これをちょっと私は一かじりしようかな。こんにちは。本当は昨日ワンデイ Vlog を撮るつもりだったんですが、昨日の夜久しぶりに家族でディナーをしまして、ついつい楽しみすぎてエンディングを撮るのを、ね、忘れてしまいました。ごめんなさい。なので次の日に撮ってます。で今日はもう外に出てたんですけど、ネイルをしてきました。どうでしょうか。で今日はせっかくなので昨日ゲットしたN オーガニックの UV プロテクターを使ってみました。これは SPF50 なのに、まあ、石鹸落ちできるっていうことが私的にはすごく嬉しいポイントです。で今日はもう朝早くからね、結構活動的に動いてたんですが、全然よれていないし、お肌 その毛穴とかにアプローチしてくれるみたいなので、ちょっとそういうところにも期待をしつつ、今年の夏はこれを使ってみようかなというふうに思っています。どうですか？ツヤ感がね、ちゃんと伝わる気がする。で色味はすごい自然に明るくなります、顔が。ということで今回の Vlog も最後までご覧いただきありがとうございます。ではまた Vlog などなど出したいなというふうに思ってますので、またご覧ください。ではまたねー。